連絡先のテストをしてみます。緊急 SOS で110番への緊急サービスへの発信だけは停止してあります。この状態でテストしてみます。電源ボタンを5回連続で押します。これで録画が始まります。それと同時に、緊急連絡がこちらの携帯の方に行きます。今来ました。こちらを開いてみます。そうするとこうして緊急連絡が来て位置情報の共有が出ます。これで停止すると連絡が止められます。停止と、まだ録画が残っているので止めました。以上です。